十九番梶川裕二です。これから、質問に答えていきます。質問していきます。あります？質問十何個か。あ、少ない。結構来てて。本当ですか？らしくて、その中から十何個か選んだっていう。あ、ありがとうございます。5歳ぐらいですかね、多分。兄がやってて、なんか気づいたら僕もやってました。まあ、選んだというよりかは、その所属してたチームでキーパーがいなくて、でやることになって、まあ、それからですね。得意なプレーは、まあ、ビルドアップは得意ですけど、まあまあ、チームによってはそんなにやってられなかったりなんで、今後また違う得意なプレーを見つけていきたいです。たくさんいます。わかんないです。どんな選手よく見ますか？でも海外のキーパーは見たりはしますね。そのエデルソンだったりアリソンだったり。でもちょっと規格外すぎて真似できないところがあるんでって感じですかね。絶対フォワードだと思います。点取りたいです。いや、めちゃくちゃ良くないですか？あとなんか言われたのが、奥さんに言われたのが、キーパーで試合見に行くともう90分ずっとハラハラするって言われて、フォワードとかだと点取って交代したらもうなんかいいかなって言われるから、なんかフォワードがいいっす。いや、特にないですかね。はい。どういうイメージでした、ホンドラスって？あ、でもなんか聞いた感じのイメージ通りというか、まあ、ピリッとするとかピリッとして、和やかな時は和やかだし、みんな仲いいしって感じですかね。まあ、そんなに今そこまでシュート練習してないんで、ちょっとまだこれから見せていきます。でも僕今寮住んでるんで、寮生のみんなと結構喋りますし。はい、そうですね。やっぱキーパー陣はキーパー陣で結構よく喋ってる。あ、そうですね。キーパーはまあ練習の時はよく喋りますし、まあ、やっぱちょっとキーパーとフィールドだと練習中とかの距離感が違うんで、まあ、キーパーの人たちもよく喋ります。専門的なことも話したり、はい、まあ、そういうのが多いですかね。最年長ですねって言われるとこですかね。特に僕そんな、なんだろう、年を重ねてるだけで大した経験も持ってないのに、最年長ですねって言われると、うんってなっちゃいますね。僕にそんな引き出しはないんで、はい。まあ、最初加入前はちょっと最年長だからちょっとこうしないといけないなと思ったんですけど、もうみんなが他の選手がどっしりしすぎて、僕はそんなやることないなと思って模索中です。いや、あんまないっすね。はい、すいません、つまんない人間で。まあ、顎っすかね。はい、全然いじってほしいんですけど、ほんとたまにユーマがいじってくるぐらいで、あとそんないじられないんで、もうちょっといじってほしいですね、みんなから。いや、考えてきます。すいません。チーム一丸となってタイトル獲得に向けて、しっかり全員で同じ方向を向いて取り組んでいきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。皆さん、たくさんの質問ありがとうございました。